皆様は1945年2月19日、硫黄島において日本軍とアメリカ軍との間で行われた戦いをご存知であろうか。硫黄島の戦いである。この戦いは大東亜戦争屈指の最激戦地の一つであり、2万人以上の戦死者を出した。1944年8月、グアム島をほぼ制圧し終えたアメリカ軍は、日本本土攻略に向けた次の攻撃予定を検討した。日本本土への空襲を行うためにも、硫黄島の攻略は1日でも早く行うべきだ。ああ、それに日本軍の爆撃機が硫黄島を経由してマリアナ諸島へ攻撃を仕掛けてくることも非常に悩ましい。アメリカ軍は硫黄島攻略を決定した。硫黄島占領にどのくらいかかりそうか。5日。5日もあれば十分でしょう。この進攻作戦はデタッチメント作戦と命名された。その頃、日本軍は1941年12月の大東亜戦争開戦時、海軍約1200名、陸軍約3800名を父島に配備し、硫黄島をこの部隊の管轄下に置いていた。しかし、1944年6月、小笠原方面最高指揮官としてある人物が硫黄島へ赴任した。そう、栗林忠道陸軍中将である。栗林は退位時代、アメリカへ留学し、アメリカの軍事力、生産力、国民性など多方面にわたり熟知していた帝国軍人の中でも異色な存在であった。ご苦労様でした。いやー、暑いですな。よろしくお願いします。では早速島を見せていただきましょうか。承知しました。その後、栗林は混成第二旅団案内のもと硫黄島を巡視した。栗林はこの硫黄島の地形を考察した結果、この島はほとんど平で戦うには非常に不向きだ。現在飛行場陣地構築を進めておりますが、それは無意味かつ貴重な資材や時間の無駄な浪費だ。地下壕陣地を作ろう。地下壕陣地ですか。栗林は島の全面的な要塞化を立案した。そして1944年12月上旬から構築作業が始められた。坑道を作るのはツルハシやスコップなどを用いての手作業。栗林は時間が限られる中で作業の遅れを防ぐため、上官の巡視時であっても敬礼をしなくてよいとするなど合理化を図った。火山島である硫黄島では至る所で硫黄ガスが噴き出していた。そのため防毒マスクの着用が不可欠であった。おい、しっかりしろ。また気温が50度にも及ぶ地熱にも苦しめられ、連続して作業できる時間は5分ほどであった。飲み水もわずかな雨水のほかは硫黄臭がする井戸水しかないという過酷な状況。汗の一滴は血の一滴を合言葉に作業が続けられた。病死者、脱走者、自殺者が続出しながら、全長18キロにも及ぶ坑道を張り巡らせていった。1945年1月下旬、最高作戦会議が開かれた。栗林はこの会議で防衛計画の方針をガラリと変更した。すり鉢山に強固な副核拠点を編成し、持久を図るとともに強力な予備隊を保有し、敵来航の場合一旦上陸を許し、敵が進出も出撃してこれを海正面に圧迫撃滅する。水際作戦は行わないということですか。そうだ。そして防護された敵陣地への肉弾突撃、万歳突撃は一切厳禁する。かつて我々は最後は万歳と言って突撃するように教えられた。しかしこれは敗北を早めるだけで意味をなさない。上陸部隊に可能な限りの損害を与え、日本本土への侵攻を1日でも遅らせることが我々の目標だ。わかりました、やりましょう。栗林は将兵に対して陣地撤退、万歳突撃、自決を強く戒め、あくまで長期抵抗を徹底させた。1945年2月16日、ついにアメリカ軍は硫黄島近海に集結し攻撃を開始した。撃て！アメリカ軍は第7空軍の B-24 を中核とした爆撃編隊を投入し、約2700個、6800トンに及ぶ爆弾を投下した。そして1万5000人余りの海兵が硫黄島に上陸を開始した。進め！
その頃、日本軍は。まだだ。もう十分待ちました。まだだ。まだ引きつけるんだ。攻撃開始。攻撃開始。攻撃開始。午前10時過ぎ、日本軍は一斉攻撃を開始。海兵隊の戦闘へ集中攻撃を浴びせた。くそ、日本軍の野郎どこにいる。この日だけでアメリカ軍は2000人以上の死傷者を出した。アメリカ艦隊の猛烈な攻撃の最中、21日午後4時、ある航空隊がアメリカ軍機動部隊を攻撃した。特攻隊である。日本本土より新風特別攻撃隊をはじめ75機の特攻機が出撃し、アメリカ艦隊はその壮絶な攻撃にパニックとなった。それでも進軍を続けるアメリカ軍。23日午前10時15分、第5海兵師団はついにすり鉢山頂上へ到達。付近で拾った鉄パイプを旗竿代わりに星条旗を掲揚した。これで海兵隊も500年は安泰だな。そして午後12時15分、写真家ジョー・ローゼンタールがまさに敵の重要拠点を奪った海兵隊員たちが国旗を掲げた瞬間を捉えた。有名な写真と合わせて写真3枚を撮影した。その後も硫黄島の戦いはいよいよ激しさを増していった。日本軍は健闘し、栗林は安易な玉砕を戒め、一人10冊の覚悟で戦うべし。粘り強い戦いを続けた。米軍は1時間に10メートル進むのがやっとというありさまであったが、27日には元山の飛行場を失い、防衛ラインが破綻。栗林は残った部隊を玉名山、東山などの陣地に交代させて持久戦を続けたが、3月3日には陣地の一つ大阪山が陥落。14日には残存兵力は2200名程度になっていた。3月17日、栗林中将は大本営に決別の電文を送った。戦局は最後の関東に直面せ、将兵の関東はまさに鬼神を泣かしむるものあり。そして25日、栗林家約400名の将兵はアメリカ軍陣地への必死の夜襲をかけた。かくて硫黄島の戦いは終わった。当初は5日間で占領されると考えられていた硫黄島の戦いは36日間に及んだ。日本軍の死傷者は2万1152名であったが、米軍の死傷者は2万8686名にも上り、硫黄島の戦いは大東亜戦争末期、米軍の損害が日本軍の損害を上回った陸戦となった。日本とアメリカ双方の歴史に勝る激戦となった硫黄島の戦い。その戦いを指揮した栗林忠道中将は、優秀な指揮官として今なお高く評価されている。